県内は梅雨前線の影響で今日未明から雷を伴った激しい雨が降り、土砂崩れなどの被害が出ています。県内は梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で大気の状態が非常に不安定となり、各地で局地的に雷を伴った激しい雨が降りました。気象台によりますと、1時間あたりに降った雨の量は多いところで伊予市中山で 49.5 ミリ、松山市で 47.5 ミリ、紀北町で 43.5 ミリなどとなっています。この雨の影響で伊予市二見町の JR 神野川駅近くの国道378号線で道路脇の斜面が崩れ、全面通行止めになっています。困るでしょ、もうみんなね、通行止めになったらね、やっぱ通る人が多いからね。いや、初めてよ、本当こんなこと。県は今日中に片側交互通行までの復旧を目指して作業を急いでいます。